はい、どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ミヒトです。今回はキルコンファームドを XR2 を使ってやっていきたいと思います。まあ、キルコンファームドはね、BO2 の時代にはめちゃくちゃお世話になったんだね。大好きですよ、僕はキルコンファームド。まあ、味方さんと一緒に行動したいんですよね。死んでも味方さんがね、ドッグタグを回収してくれるように。だが、あえて僕はちょっと一人。いやいやいや、ワントリガーで倒せてなかったかい？今のはワントリガーで倒せてなかったかい？あ、味方さんナイスです。左に来たのが見えたんです。なんでかな、そんな XR2 強かったんだけどな、僕。ナイスです。いやいや、それは聞いてない。HVK 強いですね。なんか近距離ではかなり強いって聞いたんですけど、かなり強いですな。あ、いたな今。リジャックだー。どこにいた？どっから来た？あ、見えないわ。やばいね、今回ね。これ味方さんのか。オッケーオッケー。あ、早く取るとこだった。敵 UAV 発見とかほんと、つらーい。つらーい。どのタイミングで UAV 発見されるんですか。どこだ、あれ、あったあった。下にいるっぽいんだけど。なるほど。なるほど。ナイスです。なんかラグくない？よいしょ。ナイスです、味方さん。いや、味方さんのドッグタグが、味方さんが倒したドッグタグを取ったりはしませんけど。待って、分かってるんだよ、分かってるんだよ。 UAV が出たっていうのは分かってるんです。オッケー。いやー、すごいとこで倒れたね。なんであんなとこにあるんだろうか、めっちゃ。あれ、なくなった。おっと、おっと、敵の強化セントリーやばっす。なんでだ、動かないな、動かないな。どんな感じ。ナイスです、味方さん。で、こっちから来るんじゃないかなーってずーっと思ってはいるんですけど、来ないんですよね。敵さんどこから来るんだろうか。オッケー。敵のレース接近って言った。怖いねー。レースは特にあかんね。しかもね、レースはあかんからね、なんか中入りたいんですけど。オッケー。 UAV 出しましょう。味方さんがそっちは片付けてくれると信じて。大丈夫ですかね。オッケー。オッケー。危なー、怖いー。で、こっちから来るような気がするんですよ、僕は。で、味方さんがそっちに一人いるんですよね。それ誰か取ってください。ありがとうございます。お、いいですね、ありがとうございます。あー、向こう、イモってるパターンかな？イモってますね。オッケー。さーて、怖いですよ。BO3 がホラーゲームとかしていますよ。無理かな、無理かな。キネティックアーマー使ったけどさすがに無理かな。ちょっとここで使うのも怖いんですけどね。向こうでリスボンされたら困るんだよな。してるっぽくない。大丈夫ですね。あとこっちを守るだけ。ラップス来たー。これ負けないんじゃない。
ラップス来たらかなり強いですよね。ナイスです、味方さん。後ろから来ることはないでしょう。どう来る？ああ、水の中か。水の中から来るなら来ないか。今のところ来ないね。お、ラップスがいい仕事してくださってる。当たらぬいや、ラップスがね、なかなかいい仕事してくださってるんでね。おっと、お、いいですね。ラップス強い。オッケー。今味方さんいなかったか。あ、向こうにいますね。ナイス、ラップス。つえー、ラップスつえー。マジかよ、ラップス強っ。向こう行ったね。どんな感じ。すいません、いただきます。いや、ラップス強いな。ラップスってこんな強かったのか。 HCXD を使う。さーて、こっちから回ってみましょう。敵がいたら赤く光るはずですよ。あ、中にはいない。 OK。 だが死んでる。なぜ死んでる。なんかショットガンかなんかで殺されたような跡があったけど、何なんだろうか。後ろからリスボーンはしないですね。オッケー、味方さん、あとよろしく。ららららいや、強い人いますね、やっぱりね。味方さん、後ろ、味方さん、後ろ、後ろ、味方さん、後ろにいらっしゃいます、敵さんが。おっと、つらい。いや、すごいな、ここからスナイパーで一撃か。敵さん強いな。敵さんが強いというか、敵さん強いけど、スナイパーライフルの腕もなかなかすごいですね。うん、どう来るかな、これは。水の中からは来ない。おーっと、ショットガンは辛いです。キルコンファームでショットガンってね、キルした後すぐにドッグタグ取れるから結構強いんですけど、やめてほしいですね。強いから。どうだ、おいおい、そこは水まで、中まで落ちてくれよ。中いるんだよな、ショットガンで待ってる人が。なるほど、ナイスです。敵 UAV 壊したい。敵の UAV を壊したい。あー、無理無理。 UAV を壊したいんだけど、味方さん、ナイスです、ありがとうございます。間違った方向に投げてたかな、味方さん。あとは任せた。まさかあそこまで取りに行かないでしょ。火炎放射器、あの火炎放射器は辛いですね。オッケー、ピュリファイヤー停止。中います。オッケー。あーなんか後ろでもう、なんか炎の音がしたんですよね、一瞬。んー、あれ取られるかな。まあいいでしょう、こっち側味方さんがね、固めてくださってるのでね。いや、ショットガン辛いな。まあショットガンも立派な戦い方なんですけど、辛いですね。勝ちに行ってますもんね。何何何何、あれ、右側の味方さんが死んでる。気づかなかった。いや、もうちょっとでいける。オッケー、ナイス、味方さん。取ってもいいよ、別に。おっと、何使ってはるの。あー、ライトマシンガン。さすがにキネティックアーマー使ってても辛いやつ。オッケー。あ、辛い、味方さん後ろにいないね。なぜ落ちた。いや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 、もしかしてだけど、あの人か、ライトマシンガンの人が辛い。辛いよ、ちょっと、ラップス出てめっちゃいい感じだったのに負けそう。やばい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 。やばいやばいやばい
やばいって最後の最後でこれか。あー待って待ってミッションは失敗だ。あー辛いって、ラップス出したのに負けたかいやラップス出した時もこれほぼ勝ちゲーだなと思ったんですけどね、総合は簡単じゃなかった。やっぱりバースト銃はなんだっけ、ラピッドファイアつけた方がいいのかな。これはなかなか難しいですねこのなんだっけロボットの声が全く聞こえないんだよね、リーパーか全然聞こえないんですよね、さて今回は、キルコンファームドをやっていきました。ラップスが出て勝てると思ったんですけどねご視聴ありがとうございました、コメント、高評価、チャンネル登録お待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。